日本人メジャーリーガーが内野手でゴールデングラブを取るのが一番難しいと判明。難儀に日本の内野手レベルってやばくね。井口や和夫レベルでもメジャーじゃ大したことないもんな。キムハソンレベルでいいから現れてくれないかな。日本人にも守備うまいのはおるけど、打点からまずレギュラーになれない。肩も全然違うよな。外野手並みの鬼肩じゃないと通用しない。ショートが行くたびにセカンドにコンバートされて、ならばセカンドが行けばと思ったら山田と菊池は嫌だという始末。肩の強さというより手首よな。ぶっちゃけ手首とかそこら辺は完全に人種の違いがあるからな。でも大谷はホームラン王を取ったじゃん。いや、大谷はまず特殊すぎる上に、ホームラン王は極論身体能力低くてもホームラン打てば取れるけど、守備は完全に身体能力特化だからな。いやいや、さすがにホームラン王の方が難しいだろ。そもそもメジャー挑戦する内野手って守備特化じゃないじゃん。まあ確かに守備特化の選手ならワンちゃんと思ったけど、そもそもそれだと試合出れないわ。まあ外野のゴールドグラブもイチローだけなんですけどね。ゴールドグラブ取るためには最低でもずっとスタメンで出続けなきゃいけないからな。鈴木誠也や吉田正尚ですらたまにベンチになるんだから、そら厳しいわ。しかもその2人は外野手というね。大丈夫や。再来年メジャーで村神様がサードでゴールドグラブ取るから待っときや。日本でも厳しそうなんですが。